ボス、こんにちは、空手家光家です。今回も愛を知る県、愛知県名古屋市にあるキックボクシングジム、ジャパンキックボクシングフィットネス JKF 池下より、元4階級世界王者、世界で唯一ブワカを KO した男、佐藤義弘さんとお届けしていきます。こんにちは、愛を知る県、愛知県の佐藤義弘です。自分はキックボクシング歴24年か25年ぐらいずっとキックボクシング一筋で頑張ってやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんと今回は佐藤さんにフルコンタクト空手を体験していただけるということで、まさかの空手着を着用していただきました。お願いします。はい、どうですか、どうですか。もうちょっと、僕個人的には感激しております。ありがとうございます。これまで空手着が道着って着られたことはあるんですか。そうです、僕は16歳の時にグローブ空手っていうのをやってまして、はいはい、キックボクシングのアマチュア版みたいなやつなんですけど、はい、それでトーナメントとかで優勝したりもしてたんで、はいはい、その時は着てましたね。ずっとでも帯の色は変えずに、はい、ずっと水色帯でやってましたよ。すいません、今回ちょっと白帯を前にしてありがとうございます。あ、当然ですが、空手の技でなんか興味あるものとか、ね、なんかこうこんなことをちょっとやってみたいなとかいう技がもしあったらちょっと聞きたいんですけども。そうですね、僕はもともとキックボクシングの技にはなくて、はい、最近立ち技キックとか K1 とかで流行りだしてるの、はい、カーフキックってやつですね、はいはい、ちょっと仕組みとかを知りたいなと思います、はい、僕ら空手家だとゲゲ団って言われている技なんですけども、うちの道場では僕が入門した頃からある技術で、僕も現役時代15年ほどゲゲ団を、結構使ってた選手なので、そちらを提供させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カーブキックと言っていいのかゲゲ団と言っていいのか分かりませんが、今からちょっと実際にやってみたいと思います。もっとこういう軽く合わせてみます。もう難しいみたいですか。こんな感じで合わせていくんですけど、かかとですか今当ててるの。いや、ですね、足のこの骨を1点で当てるんですけど、これそうですね、空手があったのは背側でロケ全部ここを当ててて、ここは当てないんですよ。こう実際ですね、こう蹴るとちょっと切ります。こう蹴ると、痛くないんで、もうこういうそうですね、なんかプツンって当てる感じですね。これ回し蹴りともまたちょっと違って、回しちゃうとこう背側が当たってこれ痛くないので、イメージはもう本当関係みたいな、まっすぐこう地面すれすれを擦っていって、斜めにこうポンってやってる。このぐらいでも十分痛いですよね。ボンボツンで蹴る位置なんですけど、結構カーフキックっていうんで、多分総合選手たちは多分この辺に蹴ったりするんですけど、僕らが狙ってるのってこの辺りからこの辺りをメインでやってて、もちろんここも痛いんですけど、ここってめちゃくちゃ痛いところがあって、指で軽く押さえても痛いので、そこにポンって骨を当てていくだけで、僕らとか結構狙ったと思います。でも別にここ出なくても、ちょっと距離離したいとかは、もうこの辺りとかも全然こうパーンって出てくるなかったりするので、すみません、足の手ですか、当ててもらって、蹴った時に、少しだけ相手の膝より自分の膝が内側のこんな感じです。こうするとちょうどここの骨がこのちょっと曲げておいて、ピッピンってのが使えるぐらいで少し回って、あ、そうです、さっきより全然痛いですね。バーンと痛いですね。おお、そう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 、あ、痛いです、痛いです。あ、やばくないですか。多分蹴った時にコツンっていう感触が多分あると思うんですけど、あ、そうそう、痛いですね。で、ちょっと高さをいろいろ変えてもらって、今ここ蹴、この辺蹴られてるんですけど、ここも痛いんで、多分ここからここまで、蹴り方が実は若干違ったりするんで、一回ちょっといろんな距離も変わってくるぐらいの蹴り方で、あ、全然低いのもありですね、うん、もうちょっと深めで、今だと自分が痛い、多分そうです、指先すぎると思うので、ちょっと深い、あ、痛いですね、今めっちゃ痛いですね。ここか。それがちょっと深かったです。あ、痛い、すごい痛いですね。けど痺れるぐらい痛いですね、はい、あ、そうです、もう当てる場所がそこだったら、うん、もうこっからここはどけと今ちょうど手応えがすごいある。コツンってありますね、はい、
このなんか蹴っててもパチンってほんとコツンコツンって足の骨に衝撃があるんで、僕あの、はい、22の時にルンピニのチャンピオンに勝ってるんですけど、はい、その時にガオランカウチトっていう選手とやって、はい、でそのローのダブルをよくやってたんですよ、はいはい、でそれに結構似てる感じ、あの当てる場所は全然違うんですけど、はい、ローのダブルで、はい、他のキックボクサーが、はい、これ何なのあの技って言って言われてたんですけど、こう浅くやっといてすぐ引いて横からバーンっていうローのダブルをやってたんですけど、はい、これあの一発目をカーフキックすればゲゲダンクすれば、はい、ダブルでこうダメージが入れなくなって、これも僕らはもうフェイントでやってたんですよ、はいはい、フェイントでやって2発目当てるって感じなんですけど、はいはい、これ一発目をカツバーンってやってバーンってやハードレベルですね、確かにこれ痛い感じで、ありがとうございます。よかったら使ってください。めちゃくちゃ良くなりました。すぐ使います。あ、ぜひぜひ使ってください。よし、はい、ちょっと今から佐藤さんにまさかのフルコンルールの空手を体験していただきたいと思うんですが、キックボクシングをされている方も多分佐藤さんが出ると言えば多分見られると思うんで軽く説明させていただきますが、フルコンルール基本的に簡単に言えばキックボクシングの首より上がないバージョンみたいな感じですね。で、空手だとつかみ、押し、投げっていうのが全て反則にはなってきます。足掛けで倒すことは OK なんですが、基本的には掴んだりとか、投げたりっていうことは一切禁止になりますね。蹴りに関してはどこを蹴ってもらっても大丈夫っていう形になります。はい、はい、じゃあ、佐藤さんと、フルコンルールのスパーリングをさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。多分もう全く場合が違うん で、ね、キックだとリーチ長いからもうなんか攻撃されたら俺なんか届かないなみたいな。これでも僕も距離取って戦ってもいいんですよね。あ、もちろんもちろん。もちろん入ってきますもん。そうです。オッケー。中。あっ、じゃあお願いします。Thank you.
ありがとうございました。どうですかね。面白かったそのままどうですか。多分全然周りが違うんで。全然違いますね。今日撮ってもススってやっぱ入られちゃうんで。ロングレンジの時の圧がフルコンルールだって分かってるのに圧がやっぱそうですね。もう自分もあそこで戦うしかないですからね。さっきの、スパーリングのイメージが強すぎると思わず顔にガードがあり。僕もそうですね。やっぱここしか顔面が投げないとその分やっぱハイキック下ろすかになっちゃうから、あ、そう、それだけ気をつけようと思って。構えはもう普通のキックをほとんどキックになっちゃったっすね。あ、おし、フルコンのスパーリングの体験した時のちょっと感想をいただいてもらっていいですかね。まあやっぱりあの肉弾戦って感じがするんで、はい、まあ、遠目の距離はなるべくキックボクシングと同じような感じで戦おうと思ったんですけど、やっぱ距離潰されちゃいますし、もうやっぱ接近戦の攻防に関してはもう基礎体力の向上にはめちゃくちゃいいなと思う。キックボクサーがやる感覚だとどうなんすかね。あ、でも僕は現役の時もその体の強さをつけようってことで、うちの会長からそのボディースパーって言って顔面なしで、はい、まあ、本当ボディだけでやるスパーを やらされてたんですよ。やっぱそうするとこう根底の体力、はい、自力っていうのがつくんで、はい、まあ、すごい重要だなと。だから本当選手とか目指すんだったらこういう練習ってめちゃくちゃ有効だと思うんですよね。すごい。あ、そうね、キックの選手もまさかの顔面なしボディースパーっていうのをされて体幹をとかを試合を鍛えるんですか。そうそう、もうそれでもう取り入れて1日にね、なんか5ラウンドか10ラウンドぐらい確かやってたと思いますね。はいはい、あ、じゃあ本当にフルコンの選手並みに。そうです、そうです、はいはい、で空手出身の後輩とか、はい、ここら辺にこうなんかこうやって打ってくるんですよ。もうあれが嫌で嫌で。もう鎖骨折れるわと。そうですね、なかなか普通この辺の痛みってボクシングだとあまりないですもんね。腕とか胸とかキックってこういうパンチはないわけです。ああ、そうですね。反則だから。あ、でもそいつこういう時間パン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 ってやってパーンってやってくるんですよ。なんなら肘とかもこの辺使いますね。接近戦で。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。JKF 池下の紹介をしていただきたいと思います。お願いします。私の会社はですね、今あの名古屋の水北区に、JKF 新玉橋で、名古屋の千種区にここの JKF 池下というキックボクシングジムを今2つ経営をしております。うちのジムは選手とか育成をしていなくて、まあ、プロはもちろんアマチュアの選手も、まあ、まだ一人もいないです。そのぐらいのフィットネスに特化したジムなんですけど、まあ、その代わりあの技術はですね、しっかりあの世界レベルの技術を教えて、まあ、皆さんに怪我なく楽しくあのキックボクシングをやっていただけるようなシステムを作って運営をしています。もし興味のある方はぜひあの体験だけでもいいのでお問い合わせいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、名古屋にお住まいの方はぜひ本当楽しんで、一度来てみてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、佐藤さんからとんでもない提案をいただきまして、今日で僕の人生は終わるかもしれません。あのブワカーを戦意喪失に追い込み、現役時代は地獄の膝小僧と呼ばれるほど膝蹴りを極めた佐藤さんから、殴られやならぬ蹴られやで中段膝蹴りを耐えてみませんかという提案をいただきました。ちょっとこれ空手家として断りにくくないですか。よし、じゃあやってみたいと思います。もう緊張というかもう恐怖でしかないです。よろしくお願いします。発射。よし、よし、しゃ。動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界王者高潔を YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。おっす。